ました。勝俣かっちゃんなる。本日もゲストの方に来ていただいています。振付&演出家の川崎悦子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。ですね、まあ。僕との出会いは劇団一世風靡。その一世風靡のデビューからですもんね。全略道の上から。デビュー前ね。デビュー、そうか。ストリートパフォーマンスの時の振付から川崎先生がやって、はい、セピアはもう全曲でしょ。全曲コンサートから何からそいや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 はなんと女性の方の振り付けだったというみんな知ってるよもう多分まあ昔の方はねそれから時間が長く流れましたからそうねそうだね様々な方とお仕事をされて、はい、だからミュージシャンの方で言うと桑田佳祐さんミスチルさん、うん、ドリカムさん渡辺美里さん、はあ、岡村孝子ちゃん、はあ、いやちょっともうあの足りない指が方々の振り付けなり、うん、舞台演出をステージ、そうそうだと演劇もでしょはい言います言いたいでしょ第三舞台一番最初は第三舞台まだ小劇場が何ぞやっていう頃の、はあ、だから筧利夫君とか、うん、勝村君とかが いた、うん、そこをやって自転車キンクリートっていうところをやって、はい、劇団新幹線来たやりあと宝塚ああキャラメルキャラあそれ忘れちゃうキャラメルボックスそうですよ結構それももうちょっと足りないかもまだね、うん、あとジャニーズあのタッキーのとかそうでしょはい滝沢歌舞伎あと堂本くんショックはねショックはもう十何年だろう十何年やらせてもらったショックは長いですよね長い今も大人気ですもんねすごいもうあれでもチケット速完取れないで今回配信でやったらものすごいことになったじゃないですからしいねあとお亡くなりになられたベン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 、はい、志村さん、ね、志村コンも、はい、志村さん10年やらせてもらうでさまざまな人のラサールさんが演出する舞台のねあと錦織さんだったり、はあ、そういろいろすごいっすね、まあ、長く生きてるとねえまだ3? 否定してほしいけどそいや本当だって僕一世風靡に入った時が20歳ですからそっか、はい、大学辞めて一世風靡入りましたからそう私ねそれ聞きたかったの、はい、大学まで行ってて、はい、なんで一世風靡来たの3年の終わりに職員室行ってあの先生になれるかって聞いたらお前クラスで成績何番目だっつって下から5番目ぐらいですっつったら上から3位じゃないとなれないっつって先生、うん、成績でなるんだっつって、次の日に辞めたんです何を先生になるのあの大学をえなれないならいいですっつって肩書きとかいらないんでっつって、うん、せっかく東京来たんで静岡ただ帰るのはあれだなと思ってなんか思い出なり根性をつけようと思って一世風靡入ったのが20歳ですあそうなんだよくはでもさどうやって入ったのフラットは電話して会ってもらってでこれがやりたいって言ったら1回目は生意気だから帰るって言われて、うんうん、でそこから半年後にもう1回来いって言われて入ってではストリートパフォーマンスをやるからっていうことで川崎先生があの恵比寿でダンススクールをそうね毎日やってるから当時、ね、そこはあの一世風靡だったら無料で通えるっつって誰が言ったのそれあの団長が私全然言ってないのよそんなこと言ってないのにでも僕とね勝手にそうなってんじゃん僕と一緒に10人ぐらい入ったんですけどでまあ先輩たちも 3,40 人いたんですけど、うん、毎日行ってたら僕一人でしたそうだね先生のダンススクールそうだねでもねじゃ不思議とかっちゃんがレッスンしてたことを1ミリも覚えてないんだよね覚えてないでしょ、ね、来てた私のレッスンやってたの毎回あの女性のダンサーを目指してる女性の方々が20人ぐらい、うん、でこう、うん、壁に並んで向こうの壁までこうターンして行けっていう時に、うん、僕は曲がって出口から出てっちゃってそうそう先生がおいおいおい勝俣君戻ってきなって戻ってくるっていうだから毎日から1時間とか2時間みんなと一緒に受けてくれてたんだ全然覚えてないんだよね申し訳ないんだけどだって田舎から急に出てきた子があんな都会でダンスを目指す女性ってみんな綺麗なんですよそうだろみんな上手いしそれ嬉しいんじゃないその一番後ろで僕やってましたからそうか私ねかっちゃんで覚えてるのはとにかく送り迎え運転
泉州さんみたいな話一世風靡の中でちょっと運転手さんみたいなポジションだった感じ。あ、それはね、運転手は中野秀夫さんだったんです。違うかっちゃんだよ。私の中目のマンションによくあれしてくれたじゃん、送ってくれたじゃん。じゃ誰の車だろう。誰かの車を俺運転してたんですね。そう、チェッと思ってたんでしょうね。何にも覚えてないですもっと若い子だったら嬉しいじゃないですかえ、ちょっと待って当時若かったんだよ私。まだ30になってたから。だって僕20歳ですから。そうだよね、そこはいいじゃない、あの具体的にしなくてもいいと思うそのぐらいでいいと思うよ。だから一世よりもそんな続くと思ってなかったんで。そうだよね、こんなもう東京に来てこのダンサーの人たちと毎日ダンスできるいい思い出できたな、帰ろうと思ってたぐらいでも結局一世風靡でポジション取る前にチャチャで売れちゃったもんね。2年一世風靡いましたから。でも一世風靡で僕は何にも売れてなかったんですけど、毎日怒られてたけど初めて僕を褒めてくれたのが先生だったんです。覚えてないでしょ。全然覚えてない。あの一世風靡の中でお芝居をやったんですよ、あの稽古場で、うんうんうん、晴海翔さんが主役かな。それの僕は弟分の役を一番新人なのに任されて、うん、ちょっとバカな子分だったんですよ、うん、でそれをやったら先生が面白いよ君って。面白いよね、いいよいいよ。私も何様だって感じだけどね私に言われたところでお芝居もやったことなければ踊りもやったことないし、ストリートパフォーマンスに日曜日出てただけなんで、芸能界も何も目指してなかったんで、はっ俺なんか才能あるんだそうなんだ、そうよかった。初めて褒められたのがだから先生の、あのそれでこう引き止めて、その時もだから芸能界に目指してなかったですから。そうだよね。じゃあもうちょっといたらもっと面白くなるかなって。いや不思議な集団だったけどね、なんかね。そもそもその一世風靡との出会いっていうかつながるきっかけは何だったの。私が通っているダンススタジオの、うん、まあ、ちょっと私もはみ出しててさ、そのスタジオでもちょっとなんか煙たがれてるっていうか変な人扱いだったと思うんだけど、新しいことをやろうとしすぎて、そうそうそう、まあ、よく言えばとんがってる。でそのもう一人とんがってるやつがいて、スタイリストだったのね、その子が、はい、でその子のお友達の彼氏がその舞台の演出やってて、うん、でちょっと振付師探してるんだけどやらないかって言われて、でどこかな、あれ大久保あたりだったかな、お稽古場に、うん、ありました、毎日大久保の稽古場に行ってました、うん、それで行ったら、まあ迎えに来ると、駅まで行ったらね、はい、したらなんかセッタみたいなの分かんない、サンダル履いたちょっとこ怖いような感じのお兄ちゃんが来て、アロハ来て、アロハ来て、そう、どうもっつって、でっと思って、それがしんちゃんだった、工藤新さん、うん、はい、で役者で行ったら、当時まだ小劇場とか全然なんていう、世の中に浸透してない時に、まだブームが起きる前ですか。もうものすごい早口で、まくし立てるようにセリフを言い合ってるお芝居をしてるたのね、お稽古場で。私役者になりたかったから、え、この演劇何なんだろうと思って、すっごい面白いなと思って。面白いと思ったんですか。すごい面白かったの。それで当時の流行りのものがもうバンバン出てくるの、ネタで。でこれ面白い、こういう演劇があるんだと思って、そうしてたらなんか振り付けをだからちょっとき面白がってくれて、やるようになってたら、ホコテンでやってるやつらと、まあロックンローラーとそのなんか劇団とくっつけて売り出そうって思ってたプロダクションの社長さんがいて、でまあくっつけちゃったわけだよね。そしたら、君の振り付け面白いから、このまま振り付けやってよって言われて、あ、もうそのままスライドしてったんですね。スライドしてたの、はい、その時にだからこっちの劇団グループとしていたのが羽賀健二君と、はい、野々村君。野々村君は違うんですよ。もういないんだ。野々村君はね、まだいなかったの。いなかった。それでみんなモヒカみたいな頭しててね、その時ね、はい、でちょっといい若い子探そうと、これだとあの、はい、女のファンがつかないからってことになって、当時タケノコ族、はい、いましたね、そこをずっとこう見て回って、はい、でまあスカウトだよね。スカウトですよね。そう、スカウトをしたんですよ、私たちが。そこに真っ白なジャージで、本当にあの洗剤のコマーシャルかしらっていうぐらい一人だけ輝いてる男の子がいたの、タケノコの中に、うん、それが野々村誠くんで、10代当時。え、誠さんはタケノコ族だったんですか。そう、それで
この子いいねってことになって、綺麗だったでしょうね。もうめちゃ綺麗で、入らないって、この事務所入らないって、みんなでモヒカン男とわけのわからない女がどうよとか、それでえーとかなってるから、うん、その事務所のこういうの見て、三田寛子ちゃんが当時いて、はい、この子とかいる事務所だよとか言って、でファンだったのよ。もう先輩先生とか言ってね、売れてましたもんね。そう、誠くんが大ファンで、うん、僕入りますってなって、で誠が入ったの。そうするとやっぱりこうちょっとなんだろう、こうオーラというか輝きのある子が入るとね、ファンがさ一気に変わりますよね。ちょっとつく感じになる。アイドルっぽいですもんね。そうで、そこにじゃあ今度ロックンロールの子たちも入れちゃえみたいになって、ちょっとお得したいのも一緒だっていう。そうで、そこに風見慎吾とか小木重光くんとか来て、でそこにね、相川翔ちゃんが入るか入らないかだったらしいんだけど、私はね全然そこでは会ってないわけ。翔さんあのライターやってたから、ポップティーンで取材に来てたんですよ、翔ちゃんが、はい、それで、まあ、ちょっとこ怖い面倒くさいやつらが入っちゃったなと思っててでも本当に態度も悪いしね。悪いですね。で、まあ、やだなこいつら、どうしようかなと。でもまあ私も若いしとんがってるからさ、まあ、ちょっと正直言えばさ、この子たち利用して売れたい。そうですよね。そう、女優を目指してるわけですから。それもいいんだけど。で、あの売れる要素がある。まあマスクもいいしね。うん、いや絶対多分売れる。タッパがあるじゃないですか。そう、多分売れるなって。それで当時そんなにおしゃれな男の子たちって今みたいにいないから。芸能界もそうか。うん、そうで、ファッションもかっこよかったし、はい、リーゼントで。うん、いやこの子たち多分売れると思って、絶対この子たちにから離れない方が得策だと思って、うん、でまあちょっと面倒くさいけど、手なずければこの面倒くさいやつらを手なずければいけると思って、そればっか考えてただって主要メンバーがだから慎吾さんと風見慎吾さん、野々村真さん、芳賀健二さん、小木茂光、松村、冬風で、はい、相川翔が来るわけでしょ。で翔ちゃんはライターで、まだ翔ちゃんはいなかった。それで様子見るからね。そうで、松とか、まあ、小木茂光とかもまあほんと面倒くさい。で風見慎吾がとにかく唯一先生みたいな、それで、あこの子はいけるんだと思って、この子を手なずければ、慎吾さんもまた輝きが違かったです。そう、あごめんなさい、この子を手なずければって思って許して、素人だからごめんね。それでこうやって何やってんのとかやってたのよ。そうしたらさ、次の1週間後に会った時は、うん、もうシカトですよ、いきなり。風見慎吾さんが、うん、あんなに素直で可愛い子が、うん、でなんかこれさ、あの、まあ、この振り覚えてって言うととか言って、壁とか蹴って別人になってますね。でそれはね、だから作戦だったわけ、彼らの。私をそういうふうに翻弄して、逆にあっちはあっちで私を手なずけようとしてた。いや、小木茂光、松村、冬風が、そうそうそう、慎吾さんに、そう、お前あんまり尻尾振るなと、今日はちょっと逆らえ、ああ今日はお前あの可愛くしてろみたいなことだったらしい。慎吾さんも真面目だから そのままやるんですね。でだからお互いにこうさ、牽制、駆け引き、そうやって、でまあ勝ち取ったわけですよ、私が。ちょっとマウント取ったんですか。マウント取ったんですよ、その母性っていうのを利用してそのあなたたちの味方だよ私はっていう、敵じゃないと。そう、敵じゃない、うん、全部受け入れる。母ですよ、あなたたち、姉ですよっていう。そうで、あなたたちが踊って一番かっこいい振りを私はつけてあげられるみたいな感じでそうだ、はーはーってなったんですよ、ある時から。 もともと悪い人じゃないからねそうそうよしっつってそれが始まり、それからしばらくしてこいつも入れてくれって言ってきて、テッカテカのリーゼントでなんかワニガみたいなとんがった靴を履いた男が来て、それが柳葉くんだった。え、そうなんすか。どうもみたいな。で、わ、また面倒くさいの来ちゃったと思って。一番じゃないですか。そう、一番中野秀夫曰く一番面倒くさい。一番面倒だけど多分踊りが嫌いじゃなかったんじゃないかな。振りをさ、つけたら一番振り取りが早くて、かっこよかったっすよね。そう、リバさんの踊りは。で、その頃に相川翔ちゃんが出たり入ったりしだして、まだ様子見てるんですか。そうそうそう。で、二分してたんだよね、なんかファンがね、路上のファンが。もうその時路上で踊ってたんですね。デビューはしてないんだけど、うん、で、翔ちゃんがでも踊りになると影がこう圧倒的にギバさんの方が輝きがありますから影が薄い、はい、で柳葉くんがそれこそマウント取るっていうかヘッド一番軸ですよね。そう、集団で踊る時で翔ちゃんが2番みたいなポジションができてったんだよね、はい、だから振り付けでそういう
ポジションができてたピラミッドのだってやっぱ真ん中がギバさんでしたもんね。そうそうそう、いつも踊る時は、うん、それがなんかそこの人間模様っていうか私も含めて、うん、その駆け引きがすごく面白かった。なんかあセピアとか一世ができる前の、うん、そこからだったんですね。そう、羽賀さんとか野々村さんとか慎吾さんがいた時の。そうだね。で全然踊れない、本当に踊れない人たちだからさ。だってロックンロールで踊ってた、タケノコで踊ってたっつっても、うん、もう踊りっていうかね、振り付けですからね、あれはね。だからどうやったらこの人たちがなんかちょっと面白そうとか思うのかなと思って、で、まあ、メンチ切るみたいなこう時のポーズとか、なんかあのたむろしてる時のこういうタバコ吸ってこういう、そういうのをポーズの中に入れてあげたらいいんじゃないかなと思って、それが最初かな。そうか、それが後のセピアの振り付けになってくる。で結局それのセピアのポスターデビューっていうのが、その私が振り付けてポジションつけて決めた形から始まったんだよね。道が俺たちの背をしたって。そう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 。それその時あとあのスクーターの CM とかもね。そう。だから振り付けとかも本当にだから楽しかったけど大変で、なんか要するにこれダメなんだ、これじゃないんだっていうさ、消去法。できないことをやらすんじゃなくて、うん、これは大丈夫なんだ、これはダメなんだって言って選択しながら作ってたの。だからさ結構大変だったんだけど、はい、このなんか YouTube さ、かっちゃんのさ YouTube 見てて、しょうちゃんがさ、はい、なんかまあさ、フリーはあったけどさ、あの一世風靡の前略はさ、フリーじゃないんだよね、俺たちの精神で成り立ってんだよねとか言ってんの見て超ムカついてさはぁみたいな、振りありきでしょうよって。翔さんは思ったけど、ね、あの振り付けのところはまるで輝かないけどダンって止まったりした時は一番かっこいいですよね。だってすごく遠くをこうやって見るんですよそう、あのポーズはピカイチでしたね。踊ってる時はやっぱギバさんに行きますしそうかそうか、ギバさんの後ろに隠れて、ギバさんの振り付けの 0.5 秒遅れて回転するし、そうだからふざけんなと思ってさなんでフリーはあったけどとか言ってるしと思って。俺だって稽古場でいても先生が一生懸命2時間も3時間もみんなの振り付けしてんのに、俺と翔さんだけプロレスやってるじゃないですか。そうで、まあでもこういう人っていうのはその日曜日に踊るから土曜日の夜急にわーって急に勉強してできる子いるじゃないですかそのタイプなんだっつったら本番も踊れないんですよ。全然できない本番も踊れないんですよね。で人の後ろでそうだからさ、こう同ラインで並んで振り位置を決めてんのにちょっと翔ちゃん下がっちゃうんだよね。でなんか踊ってる時は大したことやんないのに、感想で走ってきて前中してジャンみたいな、でずっと動かさない、いいポジションだからみんなね自分を知ってたんです。そうね、そうかもね。みんなが一番になろうって、一番になるための手段をずっと稽古場でこうやって、そう、ね、これは勝てないからここはあいつと勝負するのやめようっつって、うん、俺が勝てるのはここだって全員がそこを見つけてましたから。そうね、だからそれを束ねてたからすごいんですよ。すごいっていうかもう大変だった。喧嘩になったでしょ。なったなった、もうしょっちゅうなったし、だから私はもうあのもう帰るっつって、よく蒸発してなかった私、リハーサル知らない、リハーサル中にいない。なぜ知らないかというとずっとプロレスやってるからそうかそうか。いやもうセピアがデビューしてね、セピアのコンサート、今の先生の話聞いてると、売れてない時から付き合ってて、うん、売れてない時でこんな大変なのに、うん、売れたらみんなこれになっちゃうんですか。それこそだから自分たちで作ってる全てをみたいに言ってっから多分本当にそんな気持ちになっちゃうんだろうね。おいおいって、ここに作ってる人間いるぞって思うんだけど、様々な演出家があなたたちを作り上げたのに、そうちょっと忘れられちゃうわけよ、よくね、はあ、それでなんかわがまま言い放題だから、リハでうるさいし、だから蒸発よくしてた。いなくなってそう、あの洋服残したまま慌てんのは誰なんですか、メンバーの中で。中野秀かな。あ、秀が一番。秀さんはそうか、うん、優しいから、うん、すごい探して、あといなくなったらそのコンサートなり何か成立しないの分かってますからねで、みんなまとめて謝っといた方がいいんじゃないかっていうのは翔ちゃんなんじゃない、多分。そうか、そうやっぱりちゃんと頭下げて、うん、ちゃんとお客さんも入るんだからちゃんとしたもの見せようよって。そうそう、あのジョニーも柳葉君もそうだけどね、うんうん、優しいけど、いやギバさんにしたら
お前らがやってないから怒ったんだろうでしょ多分。そうそうそう、俺はやってる、俺はすげえ真面目にやってる。お前たちがやんねえから俺も一緒に謝るってなんだよって多分なると思うんですよ。でも翔さんはみんなで謝らなきゃダメだよ、一言のようにお前が一番お前が一番だぞって思うんだけど、いや浮かびますよ謝っとかなきゃって。で松とか茂は黙ってついてくるっていうね。まあそうですね、それ面倒くさいことに巻き込まれなくてもスムーズに行きたい2人ですからね、うん、いや本気で去ろうとか思う時なかったんですか。いやあるある、だから2度3度だったらいいけど、こいつら本当に言っても分かんないんだなって。あるある、そう、私だって長野に逃げたんだよね3日間ぐらい。東京からですか。そう、友達の家にもうバックレて、もう 見つからないように。そう、でもだから喧嘩というかもう聞かないからですか。うん、言ったことはやらないし、やらないし、うん、自分たちばっかり売れていくからそうか、先生も一緒に目指してた女優としてね、同じぐらいでいけて今度連ドラ決まってさとか一緒だったらいいけどね。そうだったのに、あれ私ただの本当に裏方になってんじゃんと思ってスタッフになっちゃったから、そうそうそう、夜ヒット来てくれとか別で来てくれって言ってるのに全然私のポジション変わってないなっていうそうか、そこフューチャーあんまりしないですもんね。全然されなかった、我が我がの7人でしたから、うん、でも悪気もないんだよねそうね、全然だからそこがまあなんていうの、こうやって長く付き合えるっていうかさ、だから悪かっただろうけど恨まれてないですもんね、うん、ないね。時が経てばいい思い出になるっていう、うんうん、だからそう、あのこれはさいろんなとこで言ってるんだけど、はい、あの時にチヤホヤされちゃって、うん、こんなすごいこわもてな男たちの振りをつけたのは実は女性だったみたいな、うん、しかも若くて綺麗なみたいな、うんうん、だってその頃はキョンキョンにキョンキョン、ちょっと一瞬だよ、ちょっと強めの酒飲んだらキョンキョンに見えてましたからこのちょっとだけだよ ね、 ね、 キョンキョンでしたよね。それでもしそうなってチヤホヤされてたらもうそこで終わってたかもしれないんだけど、私にはさ、てめえ自分たちだけ売れやがってっていうのがずっとあったから、そうか、絶対に売れてやるって思って、天狗になろうにもなれなかったんですね。そう、でそのためにもう本当仕事頑張ったもんね、来た仕事、そうセピア以外の仕事をちゃんと、そうで、それが身になった時に私のあそこでやったことはやっぱり彼らがいたから私の振りをが浮かばれたんじゃなくて、私もそれなりのちゃんとあのなんていうの、実力があるってことなんだよねってこう自分に言い聞かせてお仕事をこう積み上げていったって。セピアが言わないから、言わ誰どこにも言ってく誰にも言ってくれないから今誰も振り向いてなくて突っ走ってるからそうそうそう、あそうか、先生もだからそういったマインドの切り替えができたからよかったですね、うん、そう、まあ、今となってはいい思い出だけどね何の時がじゃあ嬉しかったですか。セピアをずっとそのセピアの中ではそうやってスタッフの一員みたいに見られてやってて、うん、誰との仕事が来た時にあなんか川崎悦子もしかしたら脱皮できたかもしれないっていう。ああ難しいな、あのでも正していくとさ、ずっと辿っていくと、うん、やっぱり一世風靡の振り付けをしてた人でしょっていうことから仕事がつながっていくのよね。だからあれだって本当に有名なのは竹藤っていうね。あ、そう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 、竹藤ってあの CM のあれは先生ですもんね、こういうやつね、ドゥーンってって、ね、だだだだだ平でしょ、そう、はい、そうそうそう、だからそうだね、言ったらその時かもね、一世風靡っていうあの人たちを借りて私の振りがこう成立するんじゃなくて、私の振りがこの世の中にこう浸透してくれて、うん、みんなが踊ってるっていうさ、なんかこういうのやられてもさ誰も私のことは浮かばないじゃないですか、やっぱり一世風靡のみんなのことしか浮かばないじゃない、うん、で私は私の振りなのにって思ってるだけだけど、ダダダダってやったらさ、なんとなくさ、あいつら俺の精神でこれができたっていうし、なんかあ彼らになんか自信持ってこれも私つけたよって言えるものができたなっていう、うん、あれだって一世売りからないですもんね、うん、全然ないもんね。でそれを見た人がやっぱりミュージシャンの方々が、うんうん、そうだね、あの人につけてもらったら面白いんじゃないかって来てくれたんですね、うんうん、そうね、まあだから一世風靡の振りはあんなの踊り振りじゃないっていう人もいっぱいいたし、うん、そりゃそうだよね、踊れる人のための振り付けになってないから。でも
今でこれだけ長い年月が経って同じようなものができないじゃないですか、うん、唯一無二じゃないですか、うんうん、であれを言う人は自由に言えるけど、うん、じゃあ真似ても誰もできなかったっていうのはすごい強みですよね。そうなのかな。だから今でもその伊勢海老セピアをもう一度見たいっていう人の声が多いし、セピアは多分やらないって言ってますけど、ね、やらでもやってほしいんだよな本当はね、うん、だって死んじゃうじゃないですか。もうじきね。だって60超えてもうじきだよ、ね、人がもう1人2人3人とどんどん増えていくわけですから。そうでさ、ほら私のパーティーに来てくれてみんなが、あれ何周年パーティーでしたっけ。何の先生の。言わないそれは。20周年ぐらいのね。それは何のパーティーかは言わないけれども、 あの時に集まりましたもんね。そうパレスホテルでバーって集まって、はい、一世風靡テーブルっていうのがあって、はい、一世風靡がみんな来てくれて、で私のダンスのそれこそ劇団新幹線の演出家だったり古田新太とか、古田さんも来てましたもんね。いろんな人が来て、宝塚の方々もそう来てくれて、うん、で私のダンスのまあダンス仲間とかダンスの弟子たちが、まあ、私の奇跡じゃないけど今までのフリーズを付与した、うん、竹藤とか伊勢風靡踊ろうって言って、うん、私に内緒ですごい練習してたんですよ、うん、でいざ行ってみたら本物がいるってなって、伊勢風靡いるやんってなってビビっちゃって、でもそのダンサーたちが また世界的に活躍してる一流の有名な方々ばっかですもんね。一流の人たちだったのね。で伊勢風靡を踊ったんですよ彼らの前で、うん、そしたら西庵がいたたまれなくなってさ、はい、舞台に上がったの、うん、で踊るんかいってなったら振りを一個も覚えてなかったの、はい、もうおじいちゃんです。おじいちゃん、あのお酒を飲みすぎたおじいちゃんですから。それでなんかジョニー柳葉くんとかもこう来て、結局最後のこれしかできなかったっていう。あの音楽についていけないっていう。あれ昔はね、あのテンポについていけない、じゃあララ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 についていけんだけど、どんどん音楽が先行っちゃうから。そうそうそう、ソヤしかできなかった。でもお客さんがうわーって湧きましたもんね。なったなった。そうそうだね。だからカチはなんか言い出しっぺで集めたら面白いですよね、うん、そろそろみんなその大台でしょ。もう行っちゃった。赤いちゃんちゃんこの人もいますし、これからの人もいますし、だからその誰かの赤いちゃんちゃんこ記念で集めて、いいじゃん。もうすごいなんていうの、遅くして、うん、曲をちゃんちゃんちゃん、そいやそいやそれそれ間に合う程度の。あやりたいね。最初その音楽のスピードにして怒ったら普通に戻すっていうね。バカにすんなっていう。え、やろうよ。いや本当ですよ。だから、うん、テレビとかそういうカメラの前で復活しなくていいんですよ、ね、我々そうそう楽しみでね、だけで楽しみにこう、うん、復活させてるのはいいですよね、うん、まだあります。これからこんなことやりたいとか、まあそうな、どうだろう。もうさ、だって先生も有名になったからさ、有名な方が先生に仕事の依頼に来るじゃないですか。まず有名ではない。有名にはなってない別に。それに何だろうな、何だろう、ベテランっていうさ、年齢とともにやっぱり仕事のキャリアとともに絶対にベテランっていうものがくっついてくるじゃない、うん、それがすごい厄介で面倒くさいのね。ベテランじゃないしって思ってるじゃん、うん、かちゃんも多分そうだと思うんだけど、うん、私ここにいるっていうことを人に認めてもらうっていうことで突っ走ってきたけど、うん、なんかそこじゃない、もう今はそこじゃないものを求められちゃう、はい、どうしても。この人に頼めば絶対に失敗しない、あの手よくちゃんとまとめてくれるっていうものの依頼が多いじゃん、どうしたって、うん、でも私はさ、もっとどうなってもいいような、こう危ない橋渡るような、常にチャレンジがやっぱ要素がないとつまんないわけでしょ。そうそうそう、そうそう、そういう仕事をしたいんだけど、なかなかそういうオファーはもう来ないから、自分で何か見つけてね、作っていくし、ね、しかないかな。自分で起こしていくしかないですもんね。そうそうそう、まあそんな、でもご褒美はめったにないから、うん、自分で作るしかないんだけど、うん、でもね、ちょっと今ご褒美があって、はい、ちょっと宣伝しちゃうとね、はい、あの野添風斗さんっていう宝塚のこの間までトップだった大人気の方が対談なさっての第1回目のコンサートの演出振り付けをするんです。やってんじゃないですかね、新しいことバンバン。
まあ、だからそう新しい私にとっては新しいことかな。でもなんかちょっとベテランっぽいじゃんそれも。でもなんか人がこうまた新しいことに羽ばたきに行こうとする横でちゃんと一緒に飛び立とうとしてるから、そうそうそう、だからワクワクするんじゃないですか。そうだね、私はね。でもなんか40代ぐらいの振付師の人はもうとっとといなくなるよって絶対思って。そうか、お前邪魔なんだよ、いつまでいるんだよっていう。それでもどこの世界でもそうですから。同じよ、かっちゃんとかだってさ、うちなんかも若手はどいてくれよって多分言ってますから。なんとか世代の人たちとか、7世代ですか、もういつまでこの人いるんだろうとかさ言うでしょうね。だって我々の上もいますから。そうだよね、どかないことにはしょうがないですから、ね、くれぐれもお体にだけ気をつけて。はい、ありがとうございます。そのままお返しで、まあちょっとかっちゃんが何か仕掛けてくれてみんなが集まれることを、いいですね、はい、祈っております。また会える日よっていうよりもまた何かできる日を、ね、楽しみにしてます、ね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。川崎悦子先生でした。どうもありがとうございます。面白いな皆さんぜひチャンネル登録とできれば高評価お願いします。ツイッターも開設したのでそちらのフォローもお願いします。あとですね、この人の話が聞きたい、こんな話が聞きたいなどのコメントも